こんにちは、辰野の八木翔です。今日は、アナゴ丼ですね。こちらのアナゴですが、姫路市の、白浜にある堀中水産さんですね。堀中水産さんのアナゴ、これは本来茶碗蒸しやちらし寿司などに利用するアナゴなんですけれども、今日は、八木醤油のタレですね。こちらの煮魚のタレで、さらに、醤油の味付けですね、をして、そして、もう一度焼いた形になりますね。それと、お米は、お米の前田屋さんですね。辰野市揖保川町半田にある前田さんのお米を、活用させてもらってます。有機農産となってますね。有機農業ですね。とても美味しいアナゴですので、堀中水産さんですね、よろしくお願いいたします。